業界ナンバーワンの売り上げを誇るヤマダホールディングスは2023年に50周年を迎えた。その大きな節目にグループ会社であるヤマダホームズが住宅業界で異彩を放つ商品を打ち出した。その名もヤマダスマートハウス。なんと住宅と電気自動車をセットで販売。太陽光発電設備をはじめ EV 車の電力を自宅で使えるようにする接続機器 V2H、 スマート IoT システムを標準搭載。さらに家電、家具、インテリアの購入に使える高額ポイントも付与し、住宅ローンまでワンストップで提供する。まさにヤマダのグループシナジーを最大限に生かしたスマートハウス。その誕生には経営理念である創造と挑戦が深く関わっていた。ヤマダスマートハウス開発ストーリー。2023年6月、ヤマダ電機が EV 車販売への参入を発表。なぜこのタイミングでスマートハウスプロジェクトが立ち上がったのか、そこには知られざるエピソードがあった。山田会長がひらめいたスマートハウスのアイデアは、創造と挑戦という山田イズムとともに清村社長に受け継がれることとなる。2023年10月に発表したヤマダスマートハウス。その中身は4ヶ月でまとめたとは思えないほど充実した内容となる。一ハウスメーカーの提供範囲を大きく超えてまで作り上げた商品パッケージ。そこには清村社長のある思いがあった。
目まぐるしいスピードで新たな商品を生み出したヤマダホームズ。そこで働く若手営業社員にはどのように映っているのだろうか。お客様と接しているからこそ見えてくる山田スマートハウスの魅力とは。住宅業界において最先端を突き進むヤマダホームズ。その先に何を見据えているのだろうか。開放的なリビングや使い勝手の良いキッチンなど、お客様からのニーズやこだわりに応えるだけにとどまらず、車、家電や家具、インテリアに住宅ローン、その先のスマートシティ構想まで、ともすればおせっかいと思えるほどお客様の暮らしに寄り添い続けるヤマダホームズ。その原動力は何なのだろうか。ヤマダホールディングスはホームページにこんなメッセージを掲げている。暮らしを幸せにする全部。この壮大なスローガンに本気で向き合っているからこそ、ヤマダスマートハウスは誕生した。ヤマダの創造と挑戦はこれからも続いていく。